配信するって書いたから、そう遅れちゃうと思って、いやこんにちは、バレバレ節よバレちゃった、ありがとう。お湯ご飯食べた、おーいいね。何食べた、そっか12時お昼ご飯の時間だね、確かに。うん、襟がヒラヒラして、そうここね可愛いよね。今日はね15周年記念日ですよ皆さん。そうグッドモーニングってグッドモーニング、そう15周年記念、初めてだ、あ初めてじゃないか、14周年から参加できてて2回目周年迎えるの、でも5刻みだったら初だね。うんそう記念の日、今日はそう記念の日です。ロマさん誕生日12月8日お歌歌いましょう皆さん、お前でも予約して嬉しい、ありがとう、見てね今日の夜、はい行きます、せーの、 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear ドマさん。Happy birthday to you. ドマさん。おめでとうございます。イェイ。ドマさん、いつも見に来てくれてありがとう。これからもよろしくね。うん。何？サナの後ろを追いかけようと思ったらいつの間にか追い越してた。おめでとうございますって、イエイ、おめでとう、うん嬉しい、すごい AKB と誕生日一緒ってすごいね、うんすごい運命だ、ハッピーバースデーってともちゃん誕生日おめでとうございますって、ともさんおめでとう、今日で期末テストすべて終わって、おー帰ってきたのかな、おかえり、どうだったテスト、テストテストか、期末テストの時期だね、確かに運命感じちゃうよね、ね誕生日 AKB と一緒って運命感じちゃうわ、うん、カズマ感がすごいあるのって嘘そんなことないよ、うん英語理解が全然ダメだ、英語英語かイングリッシュ、英語ね、英語はさリスニングとか難しくない、リスニングナンバーワンとか言うね2回繰り返しますみたいな、うん、15年前どんな子供だった、待って15年前って何歳、4歳、4歳は幼稚園に通ってましたね、うんリスニングなかった、リスニングね嫌い、うん苦手だった、15周年、そう15年、15っていう数字いいよね、15っていう数字はなんかいいですね、7月15日生まれだからかなお今ドボンしてたランリーさんと当たって、おおランリーさんといいね、マチュさん今何位ピーチさんやっほー久しぶりな気がする、うん確かに、続々と皆さん来てくれてる、こんにちは、今日は夜の6時からかな、6時から配信あるので皆さんぜひ見に来てください、いや絶対見に来てください、
15周年配信、はい。先週はメンバー 4,5 人と対戦してめっちゃすごかった、4,5 人も当たってすごいね。最近全然当たらん、メンバーと。6時から何するんだ、何するんだろうね。リモートメンバー楽しみだ、イエイ。見に来てね。私はリモートで参加します、もちろん。嬉しい、見に行きますって。見に行くって、やった、マッチョリは。YouTube でも見れるのに、どうだったっけ、 YouTube でも見れるんやっけ。 YouTube で配信します。 YouTube 皆さん見てください。YouTube ぜひ。どんなトークになるんだろうね、楽しみやね。6時までに用事終わらせないと。そう、皆さん6時までに今日は用事を終わらせてきてください。めっちゃ無理なお願いかな。6時までに皆さんぜひお家に帰ってください。寄り道をせずにね、今日はお家に帰って見てください、15周年配信。ゆきりんさん、はるぴょんさん、まちゃりんさん、ゆかるんさん、ひなえさん、おおすごい、ダッシュするわ。そう、みんなもう5時ぐらいからはダッシュして家に帰んないとね。こんにちは。そうね、今日は5時にお風呂に入りましょう皆さん。夜は配信があるので、そう、どこでもドアください。 OKOK貸してあげるわ。5時になったら貸してあげる。遠出してるから間に合わないかも。間に合うように帰ろう。セブンだけ、セブンイレブン、3分いいよ、3分ならいいよ。いいよいいよ全然。そうね、アーカイブあるかもだけど、そうね、リアルタイムでやっぱ見てほしいですね。リアルタイムで見てください。おやつは300円までですか。そうね、300円までにしよっか。スタッキング最近スピードどうで、あ、そういえばね、ちょっと前にね、スポーツスタッキング久しぶりにやった時に、なんかタイムは測らんかったっちゃけど、その時でもなんか速さ的にはめっちゃ遅くなってるかなって思ったっちゃけど、思ったより普通になんか手が覚えてて結構意外にスルスルできた。そう、お風呂終わってからでいい。あ、まあお風呂は皆さんにお任せしますね。お風呂は配信終わってからでもいいし、まあすぐ寝たいよって方はね、5時ぐらいにお風呂に入るといいと思います。5時ぐらいのお風呂をおすすめします。はい、ハッツさんの朝配信がマジで面白い。寝起きってことかな。うまい棒30本、あ、いいじゃん。うまい棒ってさ、そういえば1袋30本じゃない、売ってるの。なんか見たことあるかも。いいね、うまい棒30本だったら食べきれないからいいんじゃない。確かにうまい棒で考えると結構な量になるよね。あ、でもさ、30本買えんくない、最近消費税あるから。そう、早速もそう、なんか、いやでもタイム測ったら多分遅くなってるとは思うけど、そりゃけど、なんか見た感じは、なんか全然そんなに普通だった。超ハイテンション、朝がすごい。
ごいね、朝に。15周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はまだ1周年ですが、はい、ありがとうございます。そんな早くお風呂入ったことない。本当？え、なんかさ、学校、なんか中学校とか、うん、中学生の頃かなとかは、もう家に帰ってきたらお風呂だった。うまい棒食べすぎると舌痛くならんって。え、うまい棒？うまい棒はね、そんなにいっぱい食べたことがないかも。うん、そう、うまい棒のね、うまい棒何味が好きですか皆さん。ちなみにうまい棒最近食べちゃらんけど、みーちゃんはチーズと、チーズとね、たこ焼き味が好き。うん、でもあれが美味しいよ、シュガーラスク味美味しいよ。もうないのかな最近。うん、チーズとたこ焼きが特に好きかな。コンポタとか、そう、コンポタとかたまに食べると美味しいよね。シュガーラスク味美味しい。なんかデザート感がある、すごく。うん、甘くて美味しい。うん、コンポタ、チーズ、たこ焼きは食べた。あ、美味しいよね。うん、その3つ美味しい。あ、ハンバーガー、ハンバーガー、あ、ハンバーガー味、待って、照り焼きハンバーガー味みたいな、あれめっちゃ好き。え、神さんのコメントで思い出した、黄色いパッケージのやつ美味しいよね。あれはめちゃめちゃ美味しい。うん、なんか一時期小学生の時かな、かまってたね。明太子は紫色だよね。うん、あ、ハンバーガー、あの、うん、ハンバーガー味美味しいね。うん、美味しいがね、うん、わかるわかる。黄色のパッケージでしょ。エビマヨ、いや、エビマヨ納豆、わお、エビマヨ納豆美味しいっちゃろか。うん、たこ焼きとコンポタ美味しいね。納豆好きって、納豆の味がすると、納豆は納豆がいいな。うん、ブイヤベース行ってみたかっただけって。ブイヤベースって味？納豆味美味しいと？いや、納豆は美味しいけどさ、納豆味の何？うまい棒か、うまい棒、納豆ネバネ、あ、ネバネバすると、本当？可愛いって、ありがとう。ハチさんの朝配信見ると何でも朝から楽しくいけそうな感じがする。おお、いいね。何時からしてるっちゃろ、見たい、元気出したい。うん、うまい棒の納豆食べれないのかなって。あ、リンリンさんとみつほ、え、納豆嫌いってことかな。え、納豆とそのまま食べるのめっちゃ好き。うん、けど納豆味のうまい棒食べようって思えんな。なんか美味しちゃうか、香りとか気になる。6時から7時、おお早い。あ、嫌い、なるほど。ガチの納豆味、あ、ガチの納豆味か。すごいね。なんかどんな感じなんだろう。なんかおすすめの味ある？なんか最近うまい棒全然見ない気がする。でもスーパーとかに行ったらあるよね大体。225日ありがとうございます。うまい棒に納豆つけても美味しそう。なるほど。6時ってもう家出てるって、早い。うまい棒全然食べて、うん、全然食べない。うん、なんか小学生の頃とかはよく
食べちゃったけど、そうね。あ、確かにセブンイレブン何種類かあるね。確かに確かに。ローソンとか、え、牛タン味ちょっと気になる。牛タン大好き。プレミアムのやつ久しぶりに食べた。プレミアム？プレミアム味？何味それは。なんか前もどんどん新しい味出てくるじゃん。ついていけないよね。今何味が出てるっちゃろ、うん、最近一番新しい味何が出た？なんかチョコレート味とかないっけ？ないか。あったら美味しそう。あ、なんかちっちゃいサイズのはあるよね。え、オムライス味あったと。え、なんかすぐなくなったってことはちょっと不人気だったのかな。どうなんだろう。マンゴー味見たことないね。うん、チョコあるよね。なんか小さいサイズのさやつ美味しいよね。めちゃめちゃあれ美味しい。うん、ね、駄菓子屋さんね、いいよね。駄菓子屋さんでそう、うまい棒とか買ってたな。うん、駄菓子屋さん行きたいね。サーノンって今でも近所の駄菓子屋さんに通ってそうなイメージどういうイメージ。嬉しい。でもなんかプレミアムうまい棒ってちょっと高いのが2種類出てる。お、何味ですかそれは。何味か分かんないのかな。何味。わ、バラが飛んできた。ドマさんバラありがとう。うまい棒専門店とかあったら、あ、うまい棒好きにはきっとたまらないですね。うん、いやーもうね、駄菓子屋さん大好きよ。ラブ。あ、レモン味？焼き鳥味？え、それがプレミアム？あれ？レモン味焼き鳥？違った？プレミアムチーズと明太違うやないかーい。レモンと焼き鳥味が好きって意味かな。チーズと明太子。あ、チーズのプレミアムなんか見たことある。めっちゃチーズみたいな感じかな。豚麺懐かしい。赤いパッケージのペペロンチーノあるよね。大好きだよあれ。70円ぐらいで売っちゃらんかった。なんかこんぐらいのさペペロンチーノのしましまのやつね。ペペロンチーノと豚麺やっぱみんなあのあれだね、駄菓子屋さんで食べるものはだいたい似てるのかな。みちも食べてましたよ。うん、そう、お湯を入れて食べるやつね。すごい安くてさ美味しくて、なんか小さい頃の小さい子の体に合った大きさというか、うん、量がちょうどいいよね。あ、5円チョコね。5円チョコってさあれ、5円チョコって待って待って待って、5円チョコってあの5円玉の形のやつ、それとも5円で売ってるチョコの方、どっちだろう。5円チョコってこっち、うん、5円の形したチョコかな。あ、5円チョコ美味しいよね。好きだった。もうめっちゃわかる。うん、黒毛和牛のステーキいいな。 UFO チョコ、 UFO チョコって何。エビせん、あ、いいね。5円チョコ、5円の形のやつの方。おばあちゃんが、おばあちゃんか、おばあちゃんが何個かお菓子合わせてスペシャルメニュー作ってくれた。すごい、何そのエピソード、いいね。お札チョコ知って。お札チョコって何。絶対当たりが出るやつじゃなくて、5円玉のチョコ、あ、やっぱりそっちだよね。
めっちゃ美味しいよね。百均とかになんかさ、最近百均とかやとさ、こんな袋に入ったやつか、こう何個か連なってるチョコレートで、これにチョコ売ってるよね。お札チョコ、なんかさ、お金系のチョコレートって多いからどれがどれか分かんない。お札の形のチョコ、あ、なんか紙に包まったチョコレートのやつかな、当たり外れがあるやつ。あれ当たり外れあったっけな。そういうの本当は昭和生まれだった説。全然平成ですよ、うん、平成13年ですね。うん、お札型のチョコ、多分あれだよね、紙に包まったやつじゃない、違うかな。うん、駄菓子屋さん楽しいよね。あれ美味しかったな、サワーペーパー、知ってる。うん、イカのお菓子に梅シートみたいなのとマヨネーズつけて作ってくれて、え、すごー、紙にお札の形が書いてるやつ、当たり外れ、あ、あれ当たり外れはないっちゃね。あ、わかるわかる、やっぱ紙に包まれてるやつだよね。うん、わかったね。サワーペーパーはなんかこんぐらい長くて、ぶどう味とかコーラ味とか梅味とか、あと何があるかな、あるっちゃけど、ぶどう味よく買ってたから、ぶどうとかコーラあたり、うん、そう。あとね、あのね、あれが好きなの、なんだったっけ、のし梅、のし梅って知ってますか。のし梅美味しいよ。うん、キャベツ太郎ね、美味しいよね。ね、モロッコヨーグルトさ、美味しい？あれさ、めっちゃ人気じゃん。けどなんか食べたことある、一回あるかないかぐらいだけど、そう、味をよく覚えてない。モロッコヨーグルト人気だよね。名前知らんけど、そのお菓子食べたことあるかも。どっちだろう、のし梅、それともサワーペーパー。モロッコヨーグルト紫が当たる、すごい知識、うん、あ、大人になって食べると胃もたれしそうになる。なるほど。なんかね、一回食べたか食べんかったぐらいやっちゃけど、ハマんなかったんだよね。そうでもめっちゃ好きな子は好きだよね。めっちゃ買ってる子はめっちゃ買ってたもん。うん、そうそう、あれ当たりが出たらもう一個だよね確か。あとね、あれなんだっけ、あれなんか4枚か4枚入ってるやつ、美味しいやつ、30円ぐらいの、なんかじゃがバター味とか、あれなんだっけ名前、スナック菓子系のなんか4枚ぐらい入ったやつ、サワーペーパー調べたら食べたことあった、絶対あるよみんな。そう、10円ぐらいのゲーム、なんか10円ゲームあった気がするな。そうなんかポテト系の、そう名前がわからんよね。そうギザギザ、そう絶対ね食べたことあるみんな。4枚か3枚入ったなんか丸型のなんかじゃがバター味とか照り焼き味とか
ポテトフライじゃない、ポテトフライじゃない気がする、なんかでもなんかポテト系だよ。うん、あ、ポテトフライはさあれじゃない、青いパッケージのなんか細いポテト型のやつ入ってるやつだよね。え、なんだっけ、なんかモヤモヤしちゃうこういうの。うん、誰か調べて。サーペーパー見たことあるかもって、買ってみるって。お、ぜひ。サーペーパーってでもなんか普通のスーパーじゃあんま見らん気がする。うん、サーノンと一切差とは思えないくらい駄菓子に詳しすぎるって。エスちゃんがってこと、どっちだろう。ヤングドーナツも美味しい、普通にめちゃめちゃ美味しい。うん、あと何があったかな、なんかグミ系とかいっぱいあるよね。あ、ポテトフライっていうと、あ、サワーペーパーのおすすめ、サワーペーパーのおすすめはブドウかな、ブドウとコーラかな。うん、サワーペーパーは40円ぐらいだよね確か。うん、ポテトフライで合ってるって。なるほど、ポテトフライあれこんな袋に入って4枚ぐらい入ったやつ、ポテトフライっていうんだらしいです。30円ぐらいで売ってるやつ。うん、美味しいよ。あのね、じゃがなんか女の子か男の子かが乗ってるやつだったらなんか、まあ、うん、どっちも美味しいね。照り焼き味も普通の味も、あとジャガバター味っていうやつなんか美味しい、あれ好き。うん、あ、そう、チキン味と照り焼き味だったっけな、がなんか売ってたよく。うん、お、コーラ味たまに食べたくなるし買ってみるって、ぜひぜひ。うん、ラーメンバーさんって金券当たるベビースター麺みたいなのなかったって。あれラーメンバーさんだっけ、あれラーメンバー、ちょっと名前わからんけど、あのさ蓋が黄色くて入れ物は赤くて、なんかこんなちっちゃい10円ぐらいで売られてるやつで、なんか蓋には黄色の蓋にはなんか人みたいなキャラクターみたいなのが載ってるやつじゃない、それ当たりはず、あの10円20円とか当たるやつじゃないかな、それだったら知ってる。なんかベビースタメンみたいなのが入ってるやつ。うんうんうん、蓋が黄色くてなんかキャラクター乗ってて、下がこう入っ、ベビースタメンが入ってる部分は赤いやつだよね。うん、あれめっちゃ好き、あれめっちゃ好き、わかる。あれずっとあるの、もしかして。あ、タラタラしてんじゃねえよ、美味しいよね、タラタラしてんじゃねえよ、美味しい。うん、わかる。あのこんな袋に入ったやつね。ケンちゃんラーメン新発売。ケンちゃんラーメンって何？どんなの？うん。さあ、めっちゃ駄菓子に詳しい。うん、嬉しい。駄菓子屋さん大好き。うん。駄菓子トーク盛り上がるね。本当。うん、タラタラしないようにしますって面白すぎる。うん、そう、あとね、何が好き、みんな駄菓子屋で働いてます。全然です、働いてません。駄菓子屋さん、駄菓子屋さんで働けそうだね。駄菓子屋さん、あ、スーパーボールのくじ引いたりした、もちろんもちろんもちろん。うん、いつでも駄菓子屋さんできるよ、そんなレベル。あとあれ、なんか団子ゼリー、団子ゼリー知ってる、団子ゼリー美味しいよね。なんか普通にゼリーとしても美味しいし、冷やしたらなんかアイスになるみたいな。うん、あと何があったかな、
なんかあれも懐かしい、ソーダとかコーラ、ソーダとコーラ味がある、なんか10円のグミで、なんかラムネの形をしてんの。うん、さあ同世代やろってほんと。うん、サウナで綺麗になったら嬉しい。小さい子に好かれそう、本当？サウナアイドルしてなかった、幼稚園の先生してそう、本当にそういうイメージ嬉しい。でもあの小学生の頃保育士さんに憧れてました。うん、た時期もあった。うん、あ、わかるって。あのあれゼリーどっちだろう、グミ、え、グミとゼリーどっち、あったあったって。うん、どっちの話だろう。グミ、グミか、コーラと、あのコーラとラムネ味のやつね。うん、あ、待って、蓋が黄色くて入れ物が赤い、やったー麺かもしんない、それかな。うん、水入れるとクリームソーダ味になるかな。あ、待って、それさ、いっぱい味あるくない、あの何だっけ、悪ガキビール、悪ガキビール知ってますか。悪ガキビール好きだった。うん、なんか駄菓子屋に売ってあるなんかジュースやっちゃうけど、炭酸ジュースになるやつでね、黄色のパッケージで水入れて飲むの知らない。知らん。え、でもね、あのね、ソーダ味とか、あ、悪ガキビールとは別のやつだったら、コーラ味とかソーダ味とかピーチ味とかいろいろあったっちゃうけど、悪ガキビール知らん。悪ガキビールね、悪ガキビールっていう名前だけど、ビールじゃなくて全然、あの炭酸ジュース、あれなんか悪ガキビールね、本当にね、何味って聞かれると何味か正直わからんちゃけど、うん、美味しいの、ちょっと見つけてほしいみんな。うん、悪ガキビール美味しいよ。なんか悪ガキビールは種類1種類やっちゃけど、なんか粉入れてのも、ヨウジンさんが言ってたやつは多分ソーダとかコーラとかピーチとか、多分メロンソーダとかいろいろあるやつだと思う。え、知らん？悪ガキビール面白いやろ名前。うん、そうそう、メロン味とかあるやつ、悪ガキビールと別のやつだったらメロン味とかあるやつある。平成生まれですよ、平成13年ですよ。そう、水に混ぜる粉は知ってる。あー、それは知っちゃったね。ちょっとそれの年齢的に、あー分かるというレベルじゃないって。なんで、なんで逆に知らんと。いやー、もうなんで、みんなもっと詳しくなって。調べたけど見たことない、ほんと。じゃあみんな調べてみてよ。うん、粉ジュース昭和生まれしか知らないと思ってた。そうやっちゃう。うん、今ここにあったらめっちゃ水に混ぜたくなる、わかるわ。うん、さあの昭和76年まで。ね、なんで違うよ。うん、昭和76年とかあったっけ。ないよね。ねる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 ねはってねるねるねるねはやったことないっちゃけど、普通に今も売られてるやつだよね、スーパーとか。うん、普通平成までそこまで詳しいのってさ、意外知らないって。嘘、ちょっと特技にしようかな。いや特技になんないね、こんなの。うん、
そうだね、昭和64年だよね。びっくりした、70何年って言われたから。うん、ねるねるねるねってさ、何あの中身どんなの？グミ？グミじゃないか、なんだろう。うん、いや駄菓子はね本当に美味しい、めちゃめちゃ駄菓子大好き。駄菓子検定とかあるかな？駄菓子検定あったら受けたい絶対ないよね、絶対ないと思う。これからさらに極めた特ね、でもさどういう特技？駄菓子クイズ大会とかあるかな？出場してみたい。平成生まれでは1位になりそう。でもね名前わからんとよね。そう、商品は知ってても名前そんな詳しくなくて、そう、うん、駄菓子特集いいね。ボタン押すとガムが転がってで移動でその金額の買い物ができるやつ。え、何それ？あ、待って、こんなさ入れ物があってさ、こんな入れ物があってなんかで10円入れて回して出てくるガムは知ってる。スーパーとかにあったりしてた気がする。なんかうん、スーパーだっけ、なんかどっかで見たことあるよ。うん、その金額の買い物ができるかは分からん。10円入れて回したらなんかカラーのガムが出てくるみたいなのはあった、知ってる。なんかうん、それはでも駄菓子屋じゃない、別に。そう、あと駄菓子何があったかな、きなこ餅とか、うん、あと、うん、でも駄菓子って結構いっぱいあるもんね、種類。うん、何が好き？他、箱か、さすがに知らんやったね。うん、昔ガチャガチャで左半回回しても、回して右に回すとお金入れなくてもガムガチャガチャって、えガチャガチャ出てきた、すごい。その今はできんよね、さすがに。あ、チロルチョコ美味しい。チロルチョコは普通の味とあれが好き。なんだっけ、あのミルクが入ったやつ、あれ何味っていうの、牛の模様のやつ、牛かなの模様のやつ、真っ黒の普通のなんかスタンダードなキャラメルが入ったやつと牛模様のやつ好き。あとねクッキー入ったやつ好きなの、なんか黄色と水色のパッケージのチロルチョコ美味しい。うん、うん、チロルチョコも最近食べちょらんね。15周年おめでとうって、ありがとうございます。あ、アルフォートはねもうめちゃめちゃ好き。アルフォートは何日か前に食べたよ。糸引き飴、串カステラ、何それ、糸引き飴、なんだ、ラーメンババア、ラーメンババアって何？さっき言ってたやつかな。ミルク美味しい。あ、きなこ餅ね、あったね、黄色のパッケージのね。うん、チロルチョコ10円だった頃が懐かしい。めっちゃわかる。もうさ今さ
20円だよね。うん、20円ぐらいじゃない、22円とか。いや、アルフォートはね、もうみんなのアイドルですよね。メープル味食べたことなくて、今売ってる？それアルフォートね、何味だったっけ、紅茶味だったっけな、なんか美味しかったんだよね。いちご味とかも美味しかった。でもやっぱりね、スタンダードな普通の青いパッケージのやつが一番美味しいね、やっぱり。うん、いや、チョコレート食べたくなっちゃったわ、それは。チョコレート美味しいよね。最近タケノコの里が食べたいの、すごく。ドンキホーテ、ドンキで売ってる。本当？え、スーパーに売っちゃらんと？スーパー、まあでもスーパーもね、そうだよね。スーパーに売ってる？あ、コンビニ、コンビニは？コンビニ。ソラノンはコスモスって自販機知ってるかなって。なんだ、埼玉だけなんかい、知らんね。コスモスっていう自販機があると。糸を選んで引いて、どんな大きさの雨になるかわからんやつ。すごい大きな当たると嬉しい。待って、糸を選んで引いて、すごい、わかんないね。うん、タケノコの里派だよ、もちろん。なんかさ、タケノコの里のなんかさ、大調査みたいなやつ応募したよ。応募したんじゃなくてアンケート答えた、国民調査みたいなやつ、なんかホームページでやってて、うん、めっちゃ前に。どっちが好きですかみたいな、どういう時に食べますかみたいな、なんかね、タケノコの里とキノコの山についての質問が書いてあって、それに答えるってやつ、なんか面白かった。うん、どういう時に食べたいですかとか、なんかなんだっけな、あ、タケノコの里はどこの部分、どの部分から食べたいですかとか、うん、あったね。あ、週に何回食べますかとか、月に何回た、月かな、月か週、あ、年にだったっけな、なんかそんな感じ。どのぐらいの頻度で食べますかみたいな質問とか、どの部分から食べますかとか、うん、あった気がする。うん、もうキノコ飯もいるね。なるほど、アンケートにそう答えた。そう、なんかタケノコの里を食べた時かな、なんかにね書いてあって、やってますみたいな CM だっけな、なんかであって、あ、やってみようって思って調べたら本当にあったから、そう調べてみて、ホームページにそう行った。うん、似たようなので、昔ハンコくださいってお菓子だった。何、ハンコください、どういうお菓子、どういうお菓子だ。え、タケノコの里が本気で食べたい、誰か恵んでタケノコの里、あ、そう、タケノコの里とキノコの山総選挙、そう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 、多分そんな感じな、国民大調査みたいなね。バレバレ節はどこから食べますか。バレバレ節は残念ながら食べ物ではございません。はい。日本全国頑張ろう。
鰹節なら食べれるね。鰹節ね、確かに。そうですね、残念ながら今日はね、延期になっちゃったから。そうね、本当だったら今日バレバレ節を皆さんに披露できてたのにね。皆さん待っててください。うん、キノコの山のハンコが、ん、チョコ逆だった。キノコの山のチョコがハンコになった感じ、チョコがハンコになった感じ。え、すごい、そんなのあったと。すごいね、食べたい。タケノコの里が本当に食べたい今。でもね、きのこの山もね、なんかね、きのこの山めっちゃ美味しくなったよね。うん、前以上に。ずっと美味しいけどもちろん、なんかチョコレートがすごく美味しくなった。うん、って思う。タケノコの里は本当に天才ですね。いや、アルフォートも好き。いや、チョコレートはもう無敵ですね。美味しいです、すごく。うん、そう、アルフォートと、あ、そうね、あ、じゃあタケノコの里とキノコの山、どっちが好きですか皆さん。みんなどっちが好き。いや、もうみんなチョコレート大好きよ。うん、本当にチョコレートはもう国民のアイドルですね。アンケート機能使っていいのこれ。じゃあ使うわ。 OK、 じゃあ行きますね。あれ、アンケートがさないね。あった、投票。じゃあ1番がタケノコの里、2番がキノコの山、いいですか。1がタケノコの里で、2がキノコの山、いきます、スタート。1がタケノコの里、2がキノコの山、1がタケノコの里。お、ピーチさん優しい、ありがとう、書いてくれて。1がタケノコの里、2がキノコの山です。じゃあ、あと10秒で締め切りますね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、2。お、51.1% がタケノコの里で、キノコの山が 48.9%。 ちょっとあんまり変わんないね。すごい、わずかな差で接戦ですね、本当に。すごい、うん、半分やっちゃうね、すごい。なんかイメージ的にはタケノコの里が主張するような、なんかイメージだった。うん、もうどっちも美味しいもんね、ほんと。僅差すごい、さすが、うん、ほんとさすがだね。みんな両方好きなのかな。うん、めっちゃ接戦、すごい。やっぱどっちも人気だわ。あ、大人になってくるとキノコも好きになる。なるほどなるほど。でもキノコの山美味しいもんね。うん、クッキーの部分、あのクッキーが好きか、これクッ、なんていうの、ビスケットか、ん、なんていうんだろう、あのあそこが好き、あのなんだっけ、あれビスケットっていうのかな、ビスケットの部分が好きか、タケノコの里の、うん、あの部分が好きか、どっちかですよね。うん、うん、めちゃめちゃこれいい結果やわ。うん、どっちも人気。コアラのマーチも美味しいよね。アポロあるね、懐かしい。うん、チョコバット知ってるってさっきあった気がする。なんかチョコバット知ってるよ。当たり外れあるよね。チョコバット美味しい。なんかパンにチョコがついてるような感じだよね。うん、
そうだよね、タケノコの里なんかね多いイメージあるけどね。いや、いい結果だわ。うん、チョコだったら小枝買っちゃう。あー、小枝ね、美味しいね。小枝はさ、なんかこう箱に入ってて小分けされてあるから、なんかちょこちょこ食べやすいみたいなね。トッポも好き。いや、チョコはもうチョコしか硬いんやわ、本当に。うん、チョコパイも好き。でも今本当にタケノコの里が食べたい。うん、ハンバーガーってお菓子知ってる？ハンバーガー？ハンバーガー？どんなお菓子？パイの実。あー、いいね。最近食べちゃう。チョコチョコ。あ、チョコだけにチョコチョコ。上手。そうね、チョコだけにチョコチョコ。もアルフォートとかもチョコって結構チョコチョコ食べれるお菓子多いね。そう考えると、うん、エブリバーガーの間違いです。エブリバーガーってなんだろう。エブリバーガーなんだろう、わからん。うん、楽しいね、駄菓子の話結構。おう、危ない。うん、今度駄菓子たくさん用意して駄菓子配信。あ、いいね、めっちゃいいじゃん、いい発想。ベビーチョコ、ちょっと待って、ベビーチョコ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 、あ、ベビーチョコ、ベビーチョコ、待って、ベビーチョコめっちゃ好きなやつだ、それ。あれだね、赤いこんな容器に入ったやつね。うん、美味しい。うん、あ、サクサクパンだ。サクパン美味しいよね。うん、タケノコの砂糖の何？仲間で杉の子、小枝みたいなの。すごい。なんだろう、空の星はみんな、なんて、うん、なんて書いてんの？外出しますって、バイバイ、ありがとう、ポーコさん。スモモ食べたことあります。スモモ。わかんない。スモモ、駄菓子のスモモ？あ、スモモってあれじゃない？梅干しのやつじゃない？三つ入った。あれね、緑の方は食べたことあるんだよね。スモモの方ってさ、白い色の袋じゃない？多分食べたことないと思う。うん。あ、そのお牛はみんな太りそう。なるほど、なるほど。なるほど。あ、二つだっけ？三つじゃないか。二つ？ちょっと何個か忘れちゃったけど、緑が普通の味で、白が確かスモモ味じゃない？スモモ味多分食べたことないかな。うん、液体に入ったやつ。液体に入ってるんだっけ、あれかもね。うん、あ、あれも美味しい。なんだっけ、練り梅。練り梅って知ってる？美味しいよね、練り梅。知ってる方いる？うん、出遅れた、たえちゃん嬉しい、ありがとう。練り梅美味しいよね。練り梅もね、種類が2種類あって知ってる限り、たえちゃんが。丸いやつと、なんか長い長方形型があるっちゃけど、なんかどっちも美味しい。なんか確かね、長い方、長方形型の方がなんか甘い方だったっけな、なんかあるんだよね。うん、
梅苦手本当？そう、美味しいよ。あの練り梅はもう30円ぐらいかなで売ってた気がする。うん、いやなんかね、梅のお菓子はねなんかね美味しいよ本当に。梅得意な方は、うん、練り梅とかだったらスーパーとかに売ってそう。うん、そう、駄菓子、うん、駄菓子の話してるよ今日。もうずっと駄菓子だね今日。何これ、何菓子、これ何菓子って読むと、食べたことありますかって。うん、エビせんべいに練り梅やチョコソースつけて食べてた。すごい、なんか食べ方。カプリコ食べて、カプリコ美味しいよね、めっちゃ美味しい。よっちゃんイカあるね。あ、ふがし、ふがしって読むんだ、ふがし、すごい。ふがし、あ、ふがし食べたことあるよ。ふがしって茶色いやつじゃない？なんかふがしあるよね。でもそんなに、うん、そんなに食べたことないかな。多分あると思う、食べたことは。うん、カプリコの頭が一番好き、わかる。カプリコ何味？カプリコピンクの、あのいちご美味しいよね。いちごをよく見るよね逆に。いちごしかないんだっけ、あるよねいろいろ味。うん、いちごだよねやっぱり。いちごが美味しいよね。いや、なんかスーパーとか行ったらカプリコはなんかいちごが売られてるイメージがあるもん。うん、こんにちはみんなね。いちごのカプリコ美味しい。カプリコ、うん、いいね。あ、白もあるんだっけ。うん、なんかさピンクがめっちゃ売られててるから、そう、なんかピンクのイメージしかないよね。白がバニラ味かな。うーんって感じか。そっかそっか、好みだよね。うちもねいちごが好き。うん、ドローン当てようと思ったけど当たらんかった。ドローン、ドローン、ドローンって、あのドローン？待って、もろこしりんたろうだっけ？待って、それトウモロコシじゃない？トウモロコシのさ、こんな黄色い、なんか30円ぐらいで売られてる、なんか袋に入ったさ、トウモロコシのさ、お菓子じゃない？それ。違うかな？違うかな？カプリコで、あ、カプリコでドローンが当たるとすごい。カプリコいいね。うん、それそれか。もろこし太郎、もろこし凛太郎って言っちゃう。え、あれね、うん、めっちゃ好きだったあれ幼稚園生ぐらいの時だったからめっちゃ好きで。そう、なんかね、でもあれ香りがすごいじゃん、だからなんか、そう、そんなには食べなかったけどめっちゃ好きだった。なんか、なんていうの、あれなんだっけ、レクリエーションとかでなんかもらうお菓子の詰め合わせとかによく入ってて、うん、めっちゃ好きだった。30円ぐらいで売られてるよねあれ。なんかね、ちっちゃい頃無性に食べたくなる時期あって食べてたりしたけど、なんかね、ん、何年前かな、ちょっと前に 1,2 年前ぐらいかな、なんか久しぶりに食べた時になんか味が薄いって感じたの。なんかちっちゃい子の下にあった
何古さんで作られてるのかなって思った。うん、そう、やっぱちっちゃい子のね下に合うように多分作られてるのかな、なんかわかんないけど、でもめちゃめちゃやっぱり美味しかった。うん、そう、大人になったのかもね。カプリコの当たりがあったの知ってる？ってカプリコのロボットもらえるんだけど、当たった。え、カプリコのロボット？絶対可愛い。どんなの見たい。うん、当たり外れみたいなどっかに書いてるのかな。うん、あ、確かに指ベタベタになっちゃうよね。味付けるの忘れたね。違うよ、もう味付いてるもん。うん、もろこし渡ろう、渡ろうか。うん、美味しい。あ、パックンチョ、パックンチョ懐かしい。パックンチョはディズニーですね。うん、あ、カプリコロボット壊れた。わお、カプリコロボットどんなのだったんだろう、見たかった。うん、何、カプリコ、カプリコがロボットになってて、それが喋るみたいな感じかな。どんな感じだろう。うん、絶対可愛い。でもカプリコのロボットって何してくれるのかな。カプリコ作ってほしいね。うん、なるほど。今どれぐらい経ったのかな、時間何分してます、ショールーム。今何時ですか、何時から始めたっけ。12時ぐらいかな。7分、何時から始めたの。あ、12時7分に始めたのかな。ん、1時間、1時間経ったんだ。早いね。さあちゃん何味ですかって。何味でもないです。うん、え、もう1時50分、1時3分、どっちだろう。12時7分に始まったんだ。ミニカンラムネ。あ、待って、それあれだ、こんな形のやつでしょ。あれはもう幼稚園生ぐらいの時かなにあったよね、確か流行ってた気がする。みつほ、みつほ寝てんの。みつほ学校行ってるんじゃない。1時11分か。なるほど。え、ハート型の雪見大福？ねえ、ずるい。駄菓子大人買いするの小さい頃の夢。あ、めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。ちょっと待って、めっちゃわかるそれ。マミーにめっちゃ相談してた。うん。うん。そう、大人買いしたい。やっぱね、ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃の夢だよね、駄菓子大人買いするの。でもなんか大きくなったらなんか結構意外と普通に買えちゃったりするんだよね、そういうのって。うん、小さい子にしたらさ300円とかってすごい高いじゃん。うん、100円でも高いじゃん、なんか高く感じるじゃん。500円とかめっちゃ高いじゃんけどね。そう、小学生ぐらいにしたらそう思うんだよね。うん、
大人になったらこれ全部変えちゃうかなとかさ考えるよねやっぱり。うん、そうそう、考えたこともあったわ。遠足のおやつね、確かね300円か500円って学校で決められてたっちゃけど、なんか普通に1000円とか買ってで、なんか1000円分ぐらい買ってもらって、マミーに、マミーと買い物行ってスーパー行って買ってもらって、でお家帰ってからもう買いすぎだから、あのリュックサックに入んないのだから、好きな分、好きなものもう厳選して選んで持って行ってた。だから1週間分ぐらいは おやつが家にある状態みたいな。もう遠足の次の週とかも幸せだった、お家にお菓子いっぱいで。うん、悪い子だってえ、いくらまでやったと300円とか、確かに300円か500円だったよね確か。学校でさ、何円までですみたいに言われるじゃん。そう、うん、そう、友達とねお菓子を交換したりとか、先生にどうぞってそうプッチ持って行ったりとか、お菓子持って行ったりするの。うん、守る人多分ほぼいないよね。でもなんかしっかりしてる子とかはなんか結構守ってたなっていうのはある。あ、500円までか。じゃあ500円までやったのかな。うん、そうそう、そんな感じだった。いや、300円か500円、なんか300円の印象あるけど500円なのかな。うん、でも小学生にしたら500円って高いよねって思う。うん、なんか500円がすごい高く感じてた小学生の頃とか。うん、そう、可愛いよね今思うと。うん、300円か500円だって、確か。バナナおやつ議論懐かしい。バナナ？バナナを持っていくってこと？で、バナナ持ってくる子いるよね、男の子とか。うん。親にオーバーしてないって。オーバーって言われるよね。うん。いや、500円なのかな、じゃあ。うん。え、だってさ、今とかだったら500円って多分すぐ行くよ。うん、そうです、 AKB、 そう AKB ボって言ったら今日で15周年ですね。500円が高いとは思わなかったかも。本当？小学生だよ。うん、はやちゃんは遠足のお菓子、バナナはお菓子に入ると、バナナはねお菓子じゃなくてデザートじゃないですか多分。お菓子ではないね入って従ってたけど今考えるとおかしいね。いや、可愛いんだよそれは。うん、可愛い、今考えるとね。うん、そう、今だったらお菓子って本当に500円簡単にいくよ。だってもう4個とか3個とか買ったら多分500円いくんじゃないかな。5個買えるか買えないかぐらいだよね。100円のお菓子だったらまあ5個買えるか。うん、今100円のお菓子ってあんまりないよね。あるか、まあ、うん、ゆきの嘘だ嘘だ嘘だ
そうだ、探してみようっと。探してみるわ。いや、絶対ないな、これは。いないよ。お、初見さん、アンナさん、ありがとうございます。宮崎県代表のめみそらのです。ぜひぜひフォローしてください。小学生を一日体験、あ、したい。小学生一日体験したいね。幼稚園生もしたいな。幼稚園児、うん、一日体験みたいな。うん、タイムスリップしたい。うん、なぜ星になるって、したいだよね、したいだよね、きっと。なんか、うん、星になること多いよね、みんな。うん、NG ワード多いのかな。僕も幼稚園児の一日体験して女の先生に泣きつこうって。ね、面白すぎる。先生とか保育園の先生ってさ、こう園児の子、児童園児どっちだろう、めっちゃ好かれるよね。そういうイメージある。やっぱなんかお母さんみたいに思っちゃうのかな。園児だから許される、そうね、園児だから許されるんだよ。男の子が抱きついてもね、可愛いもんね。うん、そう、やっぱさ、好きな先生っているよね、幼稚園とか。優しくて可愛いから好きみたいな。さらちゃんも小学生の先生で自分たちが生徒になりたいですね。何を教えよう。そう、幼稚園生とか戻ってみたいね。なんかどういう風に見えてるんだろうみたいな。なんかさ、意外にさ、幼稚園児とかの身長くらいにさ、こうしゃがんでさ、立ってみてさ、こう物見えて、周り見てみたら、こんな世界なんだって感じになんない？見えてる世界が全然違うよね。って思う、めちゃめちゃ。幼稚園の時習字と英語漢字やってたけど、やってたって。あ、英語ね、ちょっとだけ、ちょっと何年間ぐらいかな、覚えちゃうけど、やってた時あった。習字ね、習ってみたかった。漢字を習うと、で、かけっこを教えてほしいです。もういくらでも教えますよ。走って逃げるだけ、走って逃げるだけですね、それは。そう、確かに小さい頃長かった道路、確かにね、あるかもね、そういうのも。
ジよくこけて泣いてるイメージ。確かに確かに確かに、めっちゃ泣くよねみんな。うん、小林一茶の俳句かな、それともやってた先生がタンバリン持ってみんなで読んでた。すごい思い出。サラノン先生、はい、何ですかすごいでも楽しそう。なんかあ、なんかさ、年長さんかなんかの時にね、なんか年中さんか年少さんの、あ、年中さんのお世話に行くみたいな、一日体験みたいな、先生体験みたいな日があって、そう、なんかねすごいなんか先生になった気分で楽しかった。うん、なんかそう、給食とかをなんかちゃんと食べない子がいたら、なんか先生が、うん、本当の先生が、その担任の先生が、そのクラスのね、なんか年長さんはこんなにちゃんとできてるのに、なんであなたたちできないのみたいな、そうって言って、はあ、怖いなって思った。でもすごいよね、うん、なんかでも一日先生体験みたいな、なんか楽しかった、幼稚園生なのにね。縁の歌で普通に英語とか入ってすごっ、うん、うん、幼稚園歌めっちゃ歌うよね。あとなんかさ、誕生日会とかない？誕生日会、なんか今日は12月生まれの誕生日会ですみたいな、なんか12月生まれの子が真ん中に座らせられてみたいな、うん、マシロパイセンと競えるぐらい幼稚園の先生にも言ってる。本当マシロパイセン、止まってるって、嘘、止まってる今、嘘、今は何なの、何、なんちゃらちゃんな私だけどね。水2リットルあと少しで終わりって、お、え、あやちゃん2リットルやってくれてんの、嬉しい嬉しい、ずっと動いちゃる、よかった。うん、動いてる、よかった、めっちゃ動いてる、お、イエイ。水2リットル今日全然進んでないな、今日に今日ね、まだね 1.5 はあるな、これ。嬉しい、あやちゃんもやってくれてる、結構やってくれてる方いるのかな、うん、そらのこれ好きそうって買ってきた、え、嬉しすぎる、何味それ、雪見大福、基本仕事中は水、お、いいね、マシロパイセンのスタンプ、ドボンかな、スタンプってことは、セリフのスタンプいちご味、え、おいしそう、いちご味か、え、めっちゃおいしそうじゃん、うん、お茶とコーヒーなら2リットルいける、すごい、お茶とコーヒーで2リットル、あーでも飲めるのかな、コーヒー好きな方とかは。いちご味の雪見大福おいしそう、いや、チョコレート味も食べたいんだよね、
水飲みながら雪見大福絶対合わんやろ。うん、もう嬉しい、これ一緒にやってくれてるの嬉しいね。うん、チョコ雪見大福売ってるけどさ、まだ買ってないんだよね。水飲んでるタイミング同じで笑ったってやったじゃん。嬉しい。うん、いや、お水ね大事だよ。うん、みんなお水飲もう。巻き込むみんなを、うん、お水。今日本当に全然進んじゃなくて、まあでも、うん、見切れると思うね。生チョコのやつって、雪見大福でしょ。あれ生チョコやっちゃろうか、なんか黒いパッケージのやつかな。うん、1リットル突破、負けた。1リットルまであとね、多分300、400はあるね。300ぐらいあるかな。うん、さあ巻き込み稽古ありって巻き込みます皆さんを。コーヒーでなら毎日2リットル以上飲んでる。コーヒーすごいね、ほんと好きやっちゃね。生チョコで包みましたって雪見大福は食べたって、生チョコで包みました、めっちゃ美味しそう。待って、それ今売ってる黒いやつってそれなのかな。水飲みますって、やった、一人仲間が増えた、嬉しい。まだ100ミリ飲んでよ。カナルカのマサヤさんのクッチュークルミサラノーファラミ。うん、コンビニに売ってる、見てみる。どのコンビニ。2リットル1ヶ月やって体調会長。そうだよね、本当に体調良くなるよね。もういいことしかない。お兄ちゃんさん、お兄ちゃん、お、こんにちは、はじめまして、星もらいまして、ぜひぜひまた来てください。味のない飲み物は飲みません。飲んでよ、水だよ。うん、水飲んだらどう変わるか。あ、水飲んだらね、結構ね、いろんなことが変わるんですよ。まず、肌が綺麗になる。うん、あとね、代謝が良くなるね、めちゃめちゃ。そう、なんかちょっと動いたら汗かくようになります。うん、もともとさちゃんはでも汗かきやけど、もっと、うん、汗かくようになる。なんか運動したらめっちゃ汗かくよ。うん、あとは体がね、本当にね、よくなる。なんかあとよく眠れるようになるとか。いや本当に、でも分かりやすいのが代謝が良くなるのと肌の調子めちゃめちゃ変わるよ。本当に本当にやってみてほしい。うん、ブラックサンダーの芋けんぴ味見たことない。うん、どこのコンビニにも売ってる。主にセブン行ってる。あ、主にセブン、じゃあセブンイレブンですね、きっと。うん、そうそう、こんな時間水飲んでて大丈夫かな、もうすぐ終わっちゃうんだけどって。あ、え、こんな短時間で。そうね、なんかあるよね、たまに。なんか朝遅めに起きちゃった時とか、もうなんかお昼ぐらいになった、もうなんか
半分減ってるとかいう時ある。心配になっちゃうよね。いいのかな。でもなんかこまめに飲むのがいいって聞くけど、なんか一気に200は飲んじゃうよね。うん。コーラならワイルドに飲む。でもさ、コーラ炭酸やからさ、そんな入らんくない？あったかウーロさん久しぶり、嬉しい。汗かくようになったでしょ。そうだよね、一緒一緒。うん、そう、飲みたい時に飲むの大事だけど、でもなんか本当にこまめに飲んで2リットル 1.5 から2リットルちゃんと飲むのってなんか大事だなって思った。やってみてね。そう、やってみて思った。やる前まではやる前っていうか、なんか最初 2,3 日続けて諦めた時あったっちゃけど、その時はもう本当に溺れそうだからやめようと思ってやめたっちゃけど、やっぱ続けた方がいいって聞いたから、こう頑張って1ヶ月続けてみたら、おおいいじゃんって感じ。そう、これやめたらでもどうなるんだろうね。うん、やめたらまだまた肌不調になったりするのかな。うん、水水分の大切を語るアイドル、本当だよでも本当に大事だと思うよ。健康になると思う。うん、そう。でもなんか、うん、そうね、泳げるから溺れん。本当本当に。さあ、何年ぐらい AKB なんちゃらなんちゃら、なんだろう。私はまだ1周年ですよ。でも、うん、水分について語ろう。そう、健康にはなりそうだけど一歩が踏み出す。そうだよね。まあそうだよね。うん、2リットルって結構初めはきついもんね。めちゃめちゃ、うん、うん。水2リットル飲み始めてどのくらいなのって、お水飲み始めたのが、もうね1ヶ月は普通に経っちゃって、ちょっと待って、1ヶ月と1ヶ月と10 1ヶ月とね2週間ぐらいかな。うん、コップ変わったよねって。今日はマリーちゃんなだけだよ。そう、最近白湯の美味しさに気づ…え、そう、白湯の美味しさにはね気づけんとよ。でもさ、白湯がいいって聞くよね。え、さ、じゃああやちゃんは白湯を飲んでるの？効果が現れるのはもう少し先。あ、そうね、あ、いつ始めたかによるよね。でも、うん、そうね。いや、白湯がね本当にねいいって聞くけど、白湯続けない。あ、朝起きたら白湯だねって。やっぱ白湯大事。うん、いや、なんか白湯が本当はいいって聞く。朝起きた時の一杯はね。でも白湯とか全然飲んでないよ。うん、白湯は飲めない。なんか飲め、いや、飲んだら飲めると思うけど。あ、でもなんか成長したなって思うのは、冷たい水じゃないと無理って感じやったけど、常温でちゃんと飲めるようになった。
体が温まる。おお、なるほど、大切だね今の時期にはね。左右ってそっちじゃないよ。うん、左右、うん、そう、銭湯とかよく行ったり。銭湯全然行かないね。あ、でも温泉好きだけど全然行かない。うん、そんなに行かない全然。うん、そうよ。冷たいのは飲まないようにしてる。おお、なるほど。いや、冷たいのね美味しいよね。でもなんか運動するときは冷たいの持ってくかな。うん、浜さんなら溶接かな。あ、そうね、確かにかっこいいよね。うん、水そんな飲めんなって。いやー、もう本当にね、最初はそう思うよ。うん、いや、続けたらできるもんだね。うん、これやってみないと分かんない本当に。うん、うん、確かに癒しって大事本当に。なんか温泉とか行くと癒されるよね。うん、なんか小学生とかの時は夏休みとかによくおじいちゃんおばあちゃんと行ってた。うん、もう冷たい水は飲みたくなくなったって。常温じゃないとなんだか飲んだ気がしない。すごい、そこまで、すごいすごい。でももう冬だからなんか冷たい水は冷たすぎるとはなる。何事も続けることが大事、本当にそう思う。嬉しい、癒される日々。イエイ。うん、冷たい水って体に良くないっちゃ。なるほど、まあ今の季節はもっと良くないのかもね。でも夏とかはさ、やっぱりさ、夏にでもこの生活をやったことがないから分からんけど、夏はさすがに冷たいのが飲みたくなりそう。リンゴメロンさん、さゆがいいよって。名前が可愛いな。うん、美味しそうな名前。さゆがいいんだねやっぱ。継続は力なり。本当本当にそうです。うん、水2リットル続けてるって言ったじゃん昨日。あ、一昨日か、500も飲んでないって。一昨日だけ、他は続いてる。そうだよ、まあそんな日もあるよね。無理せずにって感じ本当に。うん、無理せずにやってみてください。うん、そうね。水が苦手な方に DH さんの、あー DHC さんのね、この間言っちゃったね。海洋深層水を飲むと余裕で2リットルいけるって。みんなぜひ。毎日500ミリも飲んでません。飲ますぎやろ水分自体500を飲んじゃらんってこと。あーそうね、トイレがね近くなっちゃうよね。そうだよね。いや、仕事も無理せずにするしちゃんと働きましょうそれはちょっと違うね面白い、うん、面白すぎるでしょ、うん、みんなだって今もう仕事中でしょきっと。仕事中にパソコンとか開いて見てくれてるんだよねきっと。嬉しい。うん、
軟水すぎて水がよく飲む人マジビビってる。え、すごい。あ、DHC さんの軟水なんですね。なるほど。あ、おうち？もう？おうち？今日お休み？よかったよかった。うん。今何時なんだろう。女子の一体視線を感じながら見てますって面白い。女子怖いね。ちょっと怒られない程度に皆さん見てくださいね。あ、今日は夜勤わー。じゃあ5時ぐらいから行くのかな。あ、44分ありがとう。夜勤か、大変だね。夜勤ってめちゃめちゃ大変そう。うん、すごい。じゃあ夜勤してる方とかってさ、寝る時間じゃお昼に逆に寝たりするのかな。朝から昼とか。うん、大変。サチ変わってくれるって、変わってあげられたらいいのにね。うん頑張ろう。そうじゃ、一気飲みして水を2リットル飲む。嘘だ、絶対嘘だ。うん、嘘だ。まあ関和さん名前変わってる、嬉しい。うん、なるほど。やっぱそうだよね、昼まで寝てご飯食べて、あ、夜勤明け帰ってきてお昼まで寝てご飯食べてゆっくりして準備。なるほどね、すごい。うん、でももう多分その生活にあいちゃんは慣れてるっちゃろうね。うん、すごいね。うん、ほんと頑張ってるわ。みんな空の画見たくて会社で社員たちと戦ってるのだって面白い。ほんとにみんな嬉しい。うん、みんな戦ってくれてるんですね。うん、嬉しい。困ってないのかな、他の社員さんたち。夜夜勤前、あ、夜勤前慣れてるけど夜勤行きたくない病かなそうだよね、慣れちゃっても行きたいと多分思わないよね。うん、大変だもんね。厳しい目線と戦ってるって本当に大丈夫これもうお仕事なんで、そっちのお仕事ね、こっちのね。うん、嬉しい。わさっぴさんも戦ってんのみんな面白い。でも嬉しいね。よくわかったね、行きたくない病でしょ。うん、だいたいね、わかったニュアンスで。うん、すごい、お仕事ちゃんとしてくれてる。お仕事、そっちのお仕事じゃないけど。うん、みんなこれずっと見てくれてんのかな、開いてくれてんの、お仕事しながら、お仕事しながら開いてんのかな。もうそんなこんなんで300回以上その配信見に来てる、嬉しい。え、配信さ、そういえば何回してるんだろう。うん、今まででこの1年間ぐらい。あ、夜勤明けで家にいますって。うん、寝なくて大丈夫？彼は。うん、うちも仕事しながら見たいわって。そうね、でもお仕事の種類にも多分よるよね。
デスクワークとかの方はこうワンちゃん見れたりしてんのかな。本当お勤めご苦労様です。いつもありがとうございます。うん、すごい嬉しいね。すごい夜勤明けの方とかも見に来てくれるの嬉しい。絶対だって眠いよね、今眠い時間帯だよね、きっと夜勤明けの方は。これ止まってるんですか、もしかして。みんな止まってる、これ止まってるかも。おい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 、あ、動いてる、よかった。こう見ると一人じゃないって思う、本当一人じゃないって思うで合ってるかな。仕事とサラノンの、サラノン配信どっちが仕事かわからんくなってるって。待って、それは面白すぎる。そうね、うん、嬉しい。動いてない、待って、動いてないって来る時点で動いてるでしょ。うん、合ってる、人じゃないと思うって嬉しい。うん、眠いけどさやちゃんが大好きで見てます。眠いならもう寝て、本当に、うん、寝た方がいいよ。嬉しいけど日本語はよくわからないけど聞いてるって。でもさ、日本語打ててるのすごいよね。変換機能あるのかな。うん、ひだあやさん料理配信してるんだ。何作ってるんですか。うん、やだって、ありがとう見てくれて。すごい、ここなんか星の何クッションみたいなのができてる。うん、腰布団みたい。ひだやさん何作ってるんだろう。なんだろう、ご飯系、ハンバーグ、なんだろう、オムライス。星いくつかある、いくつあるか数えてみて。待って待って待って、ちょっと数えてみるわ。待って、123待って、どんどん飛んでくるからわかんない、これ。いや、わからん、これはもうどこがどの星かわかんないもん。うん、難しい。うん、やめた。数えるんだって。普通に数え始めたらもう数えれないことがわかったね。スクショいただきました。じゃあやめて。数えれません、この星は。うん、星様いっぱい飛んでくるもん。お星様ありがとう。いや、これ何個あるんだろうね、本当にすごい。罠にはまったねって。はめないで、はめんでよ。うん、罠にはもうハマりません。うん、約束します。うん、チッ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 ドアップだったよって。そうだよね、もうこんなんだもんね。うん。本当に数えようとした、最初数えようと思ったっちゃけど、もうどの星か全然わからんから。うん、やっぱりやめた。うん、カムチさんはドボン配信するみたい。いつ、あとね。今からかな。ドボン配信したいっちゃけどさ、
ドボン配信、あのあれだね、あの何 ID とかがさ分かんない。あ、今してると。でもなるほど、今10個投げて、また10個増えたんですね。数えるの大変、もうやめたので数えるのは。皆さん、星様いつもありがとうございます。あ、今してるっちゃ。なるほど、また青鬼とか一緒にやりたいな。でもね、ドボンもやってみたいんだよね、配信で。うん、この間の青鬼配信がすごく楽しかった。うん、楽しかったよね。やってくれた方はわかるかな。お日様キラキラ、うん、ほんとキラキラ。もうなんかさ、星がさパッパッってな上がったりするじゃん、うん、あれ上がるのって10個投げたらファッってなるのかな、なんだろう。すごいみんなジャンプしてる。星様投げてくれてんのかな。ああ、弟がドボンやってるから、いくつかマッチングしたらよろしくね。名前当たった時教えてね。当たってたよって、うん、教えて。すごい、いつか当たるかも。でも本当に、そう、そろそろさ、ドボンのさメールとかも送りたいんだよね、ちゃんと。またドボン、昨日ね、昨日多分また順位落ちちゃってやったら、昨日10位まで上がったから、また9位やったっちゃけど、まあ1位落ちちゃったけど、あ、9位だった、9位か10位になって、そう寝たから、そうね、うん、昨日そういえば、あ、コメント変えなきゃ、もうこんばんはだもんな。いいね押してください、皆さんぜひ。僕は9位で、はやぶさが9位なのか。抜かせるように頑張る。うん、一気に空のに抜かされたって。ヒデトさん何位？今日もドボン時間あったらやりますよ。うん、昨日ドボンやって、そう、10位になったのか、じゃあ。うん、そう、みんな頑張ってくれてるからね。そうだし、最初始めたら240位でびっくりしちゃった。うん、42位、やったー、全然抜かしてるわ。うん、アタックオンタイタンって何ですか？なんだろう。うん、やるとき755に書いてね。かな、なんだっけ、配信して、755配信してください。なるほど、わかりました。うん、アタックオンタイタン、進撃の巨人ってこと？わかんないね。1番になった？1番になったって何？1位になったってこと？ドボン、空のに遭遇しない。ね、全然遭遇せんよね。でもね、ミクのファンの方とか、ユキナのファンの方とか、あと先輩のファンの方とかね、結構ちらほら会うんですよ。まあそりゃ会うよね、誰かにはね、誰かしらね。そうそう、みんなと会いたい。うん、全然会ったらないよね。まあランダムでやってるもんな。うん、みんな何時頃にやってんのかな。
当たらんよね全然。うん、当たりたい。疾風の赤だるまさん、こんにちは。うん、職場からって。うん、ランリーさんたくさんやってるイメージある。うん、お、昨日ランリーさんに当たって、お、よかったじゃん。うん、全然終わんね、みんな。そう、全然会えません。カナピーマンです。ぜひ遭遇してください。マッチングしましょう。でもな、ランダムだとなかなかね。でもなんか逆にランダムで会えた時がすごく嬉しい、うん、なって思う。ランダムで皆さんぜひ遭遇しましょう。まあランダムだからね、いつしてるかは分かりませんよ。あ、でもそろそろ本当にメールで送りたいと思ってるから待っててください。いや、昨日本当は送りたくて、うん、忘れちゃってて、忘れちゃっててっていうか、もう送れんくて、そう、普通に送り忘れました。ランダムやとびっくりしてスクショ忘れ、あ、そうね、確かにそれはあるよね。なんかさ、ポーっとしてる時にさ、メンバーと当たると、あ、スクショ取り忘れたみたいなのなる。うん、夜中の3時にランリーさん知ってるんだ、すごい。ソラノのきらめきちょうだいってあげたい。うん、あげたい、ほんとにきらめき。みんなどこまで行ってますか、ソラノのときめききらめき。ん、何からだったっけ。パラダイスとか言ってる方いる。ひだやさんのショールーム配信中のドボンで偶然にも対戦して、すごい。でもさ、ドボン配信さ、するとするじゃん。でもさ、最近なんか10秒ぐらい時差あるからさ、難しいよね。うん、当たらそう。空の虫やった、嬉しい。みんな空の虫にしてぜひ参戦してください。もうほんと当たった時ね、いつも嬉しいの。うん、最近会えない、でもランダムでやってるから。なんか岡田奈々さん推しとユイリーさん推し、ユイリーさん推しの方とすごく遭遇する。もうちょいでパラダイス、もうちょいでパラダイスか。順番どうだったっけ、ときめききらめき、あ、違うね、奇跡もあるよね。ときめききらめき奇跡、奇跡からだっけ、パラダイスとかあるよね。うん、カードも全然当たんない。あ、そういえばね、なちゃんのね、自分のあのお気に入りのさ、衣装わかるかな、ピンクのあの水色のカチューシャ、ポニーテールで水色のカチューシャしちゃって、ピンクのワンピース、ピンクのワンドレス着た衣装の UR だったかなが当たって、久しぶりにドボンした時に当たってめっちゃ嬉しくて、やったって感じだった。でもそれ以降新しいカード当たってない、自分の。うん、うん、そう。みんな新しいカード当たった、ピンクのあの水ポニーテールに水色のカチューシャにピンクの衣装、ピンクのドレスというか、ピ
ドレスじゃないな、ピンクのワンピースみたいな衣装のやつ当たったかな。うん、ぜひ当たってたらデッキにセットしてください。うん、当たってんのかな。当たらん、当たらんか。そう、でも1個しかまだ当たってなくて、多分何個かあるよね。うん、そう、嬉しかった。なんかあの衣装好きだったから、めっちゃ好きやから、はあ、これもって思って嬉しかった、すごく。うん、あれ何種類あるんだろうね。当たりたい。うん、当たらん、本当当たらんか。一押しガチャまで待つ。そうね、それがいいかも。うん、いや本当に当ててほしいです。うん、そう、なんかね、黒のスカートのよくあるやつは初めからあるやつかな、あれはなんか結構当たるの、自分のが。けど同じ持ってるやつやから、こう何ポイントが上がるだけみたいな感じやったけど、そう、ピンクの衣装のやつ当たった、本当に嬉しくて。うん、全部揃えたいけど、全部あるのかな、あれ5種類、5種類だっけ、5種類全部あるのかな。何時間発信するのって、今何時なんですか。今サラナのカードは全18種類になって、本当？何種類持ってるっちゃろ自分のカード。え、それ18種類ってさ、あ、そっか、種類、あ、5種類あるよねカードは。5種類あって、それが何種類かこうあるんだよね。今何時？2時5分、もうちょいで終わろう。そんなこと言われたらガチ引きたくなる。引いて、ぜひ。うん、あのピンクの衣装のやつをぜひとも当ててほしいです。うん、お布団に潜りますと。お、そっか、今日の夜だもんね。ちゃんと体休めて。うん、これ何？ 2時5分ってこと？ 1時58分34秒は 何の印かな。自分は10種類あります。おー、5種類あるけど NRS って同じカード、あ、同じやっちゃう。あ、ん、どういうこと。1時間、そういうことか。1時59分っていう意味じゃなくて、1時間59分45秒経過。あ、なるほどなるほど、そういうこと。すごいね。これどうやって打ってんの、みんな。ナウって言ったらそうやって出るの、なんかすごい機能それ。うん、4000コイン貯まるたびにガチャ引いてます。嬉しい、当ててね絶対。うん、経過時間って打ったら出るの？ Now？ Now？ Now って打ったら出るの？なんかすっごいね、すごい機能だよねそれって。ね、気になるよねやっぱり。 Now？ って打って、 Now？ って、そう、普通に Now？ って打ったまんまの方もいれば、12月8日2時7分38秒 Now。 ほらみんな Now ってひらがなで出てきてる方もいるもんね。 Now って言っても Now しか出んって、やっぱなんだろうね。 Now で出るって、待って、できたって本当？やってみて、あやちゃんやってみてよ。 Now
ね、できちょらんよ面白い、うん、間違えた、お、いいよ、待ってる、うん、カタカナでノウが来た、ね、なんでなんで面白い、あ、あやちゃんできてる、なんで、どうやってできやったの、どうやってやった、12月8日2時8分46秒ってことだよね、きっと。No、 12月8日14時8分41分すごい、あ、しめじ、なるほど、しめじね、なるほどなるほど、しめじっていうキーボードでやったらできた、あ、なるほどなるほど、しめじでできるっちゃね、なるほど、勉強になりますね。まあ私は打ってもらうことの方が多いですが、うん、よし、じゃあランキング読みますね、いいですか、ランキング読んで、何時間したんだろう、何時から始めたって言ってたっけ、12時過ぎからって言ったっけ、755、12時7分なるほど、じゃあ12時過ぎからだったんだね、 OK って、ダメですって、読んでいい読みますね、夜またお会いしましょう皆さん、うん、ぜひ配信で、じゃあ読んでいきますね、13位エドウィンソン、ありがとうございます、12位フォークアットマーク香港チームメイトと、16位箱押しさん、ありがとうございます、11位はやぶさアットマークサラレミ押しさん、ありがとうございます、10位ギャラスアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます、9位オメーラさん、ありがとうございます、8位ヌドキウヌドキウデインさん、カムサムニダーン、7位ヒルドさん、ありがとうございます、6位フルカアットマークソラノン、今日も見に来たよって、可愛い大好き結婚してって、ありがとうございます、5位ピンクカメオさん、ありがとうございます、4位わさっぴさん、ありがとうございます、3位ふみアットマークうふふさん、ありがとうございます、2位かずにアットマークしゅく AKB48 劇場15周年って、ありがとう、はい、1位どまさんでした、イエイ、ありがとうございます、どまさんハッピーバースデー、イエイ、みんなじゃんけん先にやっちゃってるじゃん、じゃんけんいきますよ、そらのんじゃんけん、じゃんけん、ほい、はい、イエーイ、明日はマミの誕生日だって、お、12月9日、おお、マミとぜひ見に来てください、夜勤明けだから来れるのかな、どうなんだろう、ねえ、はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございました、今日は6時から6時から当たってますよね、6時から15周年記念配信があるので、皆さんぜひ YouTube など見てください、はい、パーの確率低すぎ、確かにパー出すことあんまりないね、昨日出したじゃない、うん、はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございました、ではでは次は夜6時から配信見に来てください、ありがとう、イエイ。